こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は前回ちょっとお伝えした国産新進フレームメーカーのビシャというブランドのバラカンをしてもらうというそういった企画の第2回目です。で、例によって組み立てをお願いしている鳴島フレンドさんに来ています。組み立ての途中経過をお見せいただけるということで取材にやってきました。それではこれから入ってまいります。それでは店内入ってまいりまして、おなじみのメカニックの大沢さんに途中経過をご説明いただくことにします。はい、よろしくお願いします。で、これがもうすでにだいぶできてますけれども、はい、もうだいぶ見た目そこ自転車らしくなって、はい、で、最初お聞きしたいのは、まあ、こういったことをやる方のためのご参考として、はい、まずどんな順序でどうこうどうこうどういう風にしたらこうなってますみたいなのっていうのをお知らせいただけますか。はい、まあやり方っていうのは、まあ、順番結構人によってバラバラだと思うんですけど、自分はまあ、アイデンティティとしてはポジションを一番初めに出すと。うん、ポジション出さないと、まあ、その、ケーブルの長さだったりとかですね、こういう部分。はい。でも、ああ、そうですよね。はい。あと、まあ、ステム帳も果たして本当にこれでいいのかっていう。仮でまあ、あくまで通知上で出してるので、今組んでみると、どれだけ切れるか。ステムの長さが変わるとかもあるので、一番初めにポジションを出して、で、まあ、ポジションを出すにあたって、ハンドルとサドル、キラー、あ、レバーも、これはもう完全に固定されるので、そこから、配線を一番初めに、この場合はしました。で、はい、配線をして、で、しっかり位置決めして、要はここら辺の、これまあ止めてないですけど、はいはい、長さも確定したら、もう、耳に入れてやるんですね。で、まあ理由としてはもう完全に BB 開けた状態で配線通すって楽なんですね。うん、まあ、これに関してはここの、まあ要は BB の中のやつが穴が開いてるんで、それなんで、そこが、ね、開いた状態で、はい、配線通すのが一番。ああ、わかりました。じゃあ次の方にちょっと質問続けたいんですけれども、はい、まあ大体この辺でもうほとんど形になったんですけれども、はい、あと残り、これとこれとこれをすれば、まあ大体終わるよみたいなのっていうのをザザザッと言ってもらえませんか。残りが、ブレーキの調整ですね。これもうほんと仮で付けた状態なので、これは要は、位置決め、キャリパーの位置決めと、あと、引き量の調整ですね。引き具合の調整が、あるのと、あとは、チェーン通して、それで変速見るっていうところですね。今日チェーン通しもやろうかと思ったんですけど、バッテリーがない。で、昔の11個の時のギラーもあれもあるじゃん、ギラーもあるんですけど、バッテリー調整するできるぐらいはあったんですけど、最近のやつはなんか、完全に、充電を始めしないと、調整が効かないというか、で、充電しながら当然、変速しないし動かないような状態になったので、はい、まずやろうかなと思ったんですけど、とりあえずだけはブレーキの調整やって、チェーン、まあ、はい、この後の、この後というか、完成まで。あとはもう変速見て、あとはもうハンドル周りですね。はい、これしっかりテープで養生して止めて、はい、で、バーテープ巻いてで、はい。わかりました。次に、キャリパー位置の調整を前輪ということを例にとってやっていただきますので、はい、お願いします。はい、で、これも、キャリパーの初期の位置とかも固定はしちゃってるんですけど、本来ならこれ固定の部分から、やるんですけど、で、マニュアル通りだと、わかりづらいんですけど、イコールのキャリパーはちゃんとそのローターここですよっていうようなインジケーターがあるんで、そこに合わせてそこを真ん中にして、で、固定って形で、で、やりやすい形としては、ここは要はディスクカットの位置ですね、はい、目というか、まあ、ねじ込むとあれですよね、パッドが出てくるんですよね、はい、アジャスターみたいな、はい、これなんです。これが両側ついてるんで、これ両側から出してって、クローター、真ん中の位置で止めた状態で、それで、まあ、パッドで動かないようにした状態で、ここ固定すると真ん中出やすいですよって書いてるんですけど、ディスクローターが結構その剛性が高いものだったら、はい、このやり方で問題ないんですけど、これね、KCNC のものは結構軽量で、そうですね、肉抜きされてますもんね、これね。触れやすいっていうか、うん、簡単に動いちゃうので、これでやる、一回自分もやってみたんですけど、それでやるとやっぱり初期のうちにすごいずれちゃうので、うん、もう、物理的に
目で見て真ん中で止めるっていうのが一番やりやすい。このやり方はまあ、言われても変わらない。自分なんかはもう初期に、完全にキャリ、もうパッドも入れた状態で、一応その、目で見て真ん中にして、それで出してるんで、まあ、本来ならその方が、わかりました。いいわ、いいっていうか、その、ピストンの動きが左右で微妙に違って、ちょっと良くない。まあ、片側がするとかもあるんですけど、はい。今はそんな感じで。はい、じゃあお願いします。はい。で、これが、ポールのキャリパーは動かない側の方、内側ですね。ここを、擦れるか擦れないかぐらいまでギリギリまで持っていくんですけど、まあ、これはもう回して隙間見てちょっと触れてるぐらいの部分で回してみてとか、ここにはまだ触れてないんですけど、まだまだ他に触れないと。分かりやすく擦れるぐらいまで回しちゃって、それでちょっとずつ緩めていくっていう形の方が調整はしやすいと思うので、うん、袋が若干曲がってるのもあるんでなってるんですけど、とりあえずは大体1ぐらいまで、はい、今度は外側の方も、ここはもう完全に引き具合の調整なんで、ここの決め方は本当に針みたいな、うん、あとはもう納車時にお客さんに聞いてどのくらいの位置で決まる方がいいですかとか、あ、まあ、どのくらい引かせたいですかっていうのを聞きつつ調整の部分なんで、あ、理解しました。結局さっき真ん中で目で見て止めますっていうのはもうそれを信じて固定しちゃってるってことですね。そうですね、もう完全に、はい、わかりました、わかりました。やり方はいろいろなんですけど、はい、とりあえずこれで、え、はい、色分けできる、わかりました、はい。それでは、チェーンがまだかかってなくて、本当はチェーンかけてっていうのも作業としてはやりたかったところなんですけれども、残念ながらその変速のためのバッテリーがまだ充電されてないっていうことで、チェーンの実作業を後回しってことになります。そこでお聞きしたかったのが、まあ、チェーンの長さなんですけれども、まあ、よくシマノのマニュアルにはそのスプロケットのアウターが 28T 以上の場合には1回外周で全部かけて、二コマだったかな、それを足してくださいみたいなのっていうのがマニュアル通りのこう作業なんですけど、実際にどうやられてるんでしょうか。実際は自分なんかマニュアル通りにしないことがほとんどですね。で、まあ今だとそのアウターロー、まあ要は一番大きいギア同士って対応することが多いというか、まあちょっとした坂だったらそれで乗り切れちゃうというか、乗っちゃう方が結構多いので、そうなると、シマノのマニュアル通りでちょっと短いですね、突っ張る部分があって、うん、で、まあ本来ならまあ販売店としてはマニュアル通りにしないといけないところではあるんですけど、やっぱそこら辺はチェーンのフリクションロスっていう部分の、まあアドバンテージをちょっと取りたいっていうので、大抵は一輪ちょっと長め、マニュアル通りの長めにすることが多いってことですね。ほとんど。ただ、それをやりすぎちゃって、インナートップにした時にダルダルになっちゃったらまずいわけなので、そうですね、その辺の頃合いとかさじ加減を見ながらってことですかね。そうですね。はい。わかりました。で、お聞きしたところも、このホイールの組み付けは終わっていて、触れ取りのチェックだとか、あとタイヤとかチューブの、入れ込みももう終わってるっていうことなんですけれども、まあ、なんか趣があっていい感じだなと思うんですけど、これ、組み付けるときにタイヤとチューブの関係で苦労したこととか、なんか留意点とかありましたか？そうですね。こういう軽量タイプのものって、その、チューブの噛み込みがやっぱりしやすいので、うんうん、薄く軽いっていうところがあって。あ、すぐ広がってる、横から出てしまうみたいな感じですか。そうですね、はい、うん。それなんで、ここは、どのチューブでもそうなんですけど、こういうもの、軽量チューブに関してはもうよりそこ注意しないと、あっさり反発しちゃうので、やっぱそこが一番注意した点ですよね。うん、
基本的にやり方としてはチューブに軽く空気入れて挟めてっていうようなやり方であれば、大抵、挟まないんですけど、一旦それで入れた後に、もう一回ちょっと軽くチューブに空気入れて、それでタイヤのサイズ全部に全周見て、はみ込んでないか確認してって感じ。わかりました。前回サドルは未確定だったっていう話だったんですけど、もうこれで確定したようです。このブランドと銘柄を教えていただけますか。スペシャライズドの、パワーですね。パワーサドル、幅が155の、S ワックス、まあカーボンレールでベースもカーボンです、ね、案外高いって聞きました。高いです。4万円ぐらい。4万です。わかりました。はい。じゃあ、それをつけていただいたということと、あと、前回ちょっと触れていただいたことで、減速コンポは電動の12速のアルテグラ DI2 なんですけれども、レバーだけデュラニにしていただいたっていう背景がありました。その理由というか、その辺のところのいきさつを教えていただけますか。まあ、一番は軽量化ですね。まあ、これに尽きるんですけど、まあ、自分の好みというか、まあ自分の自転車も何もそうなんですけど、まあなるべく上にある重心を下げたい。そうですね。軽くしたいので、うん、ハンドル周りなんかは特に軽くした方が、まあ、操作性も軽い方がいいですし、うん、まあ振った時でも軽い方がいいので、それなんでここら辺があるので。わかりました。はい、了解です。それではもう、あとは途中経過という意味ではこれでカバーできたと思うので、あとはもう納車の引き取りの時にまた、ご説明をいただきたいと思います。じゃあ今後ともよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はバラカンで国産新進フレームメーカー、B 社のカーボンロードを組み立てるという、そういった企画の第2回目、途中経過でした。次回は納車引き取りということで、新しく組み上がった自転車を引き取りに行くという回にしたいと思います。今回の動画がちょっとでも楽しめた、参考になったということであれば、ぜひともグッド評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。